んにちは、柴田です。今回はファノギターズのレビューになります。このファノギターズなんですけれども、川谷絵音さんやキングヌーの常田さんが使用していることで、今若者に非常に人気があるギターです。実際に川谷さんや常田さんが使用しているのは上位の機種なんですけれども、これはですね、その廉価版になります。まあでも廉価版といっても15万円。上位機種との違いは、中国で製造されてセットアップをアメリカでやるというふうな形をとってコストを削減しております。上位機種はですね、こんな感じで結構レトロな雰囲気ですよね。ジャズマスタータイプと、あと気になったのはこれです。レスポールジュニアっぽいんですけれども、テレキャス感もあると。オーダーも受けていて、全てハンドメイドで作られているそうです。ではスペック見ていきましょう。特徴としては、もう持った瞬間から重いなというふうな感じです。ボディはアルダー、多分ね4キロぐらいはね普通にあるかなというふうな重量感です。ネックはメイプルで、指板はパーフェロー、ローズウッドの代わりに最近使用されているパーフェローですね。そして P90 が2つ載っておりまして、ストラドと同じトレモロブリッジになっております。でボリュームとトーンと、非常におしゃれですね。特徴はここのね、ボディのネックジョイントのところが非常に厚めになっているんですけれども、ヒールカットされていると。このギターはですね、 MG6 という型番になっているので、まあムスタングをねイメージしたような形になってるんですけど、ムスタングで通常ですね、こうスケール短めなんですが、これはですねレギュラーのスケールになっております。でこれも特徴の一つなんですけれども、ネックにね角度があるんですよ。まあレスポールのような角度ですね。通常このフェンダー系のギターはこのネックに角度がなくて、ストリングスガイドをここにつけてテンションを安定させるんですが、これは角度がついているのでテンションが安定しております。まあ、その代わりですね、ネックがスカーフジョイントになってるんですよ。こちらご覧ください。継ぎ目がありますよね。ここがね廉価版だなというふうな感じがします。このネックに角度をつけるためにスカーフジョイントになっていると。ブランド名が記載されております。そして非常におしゃれなプレート、非常におしゃれなんでね、これから認知度が上がるともっとね売れると思うんで、今からチェックしといた方がいいかと思います。では音鳴らしていきます。